ドキシラミンは、鎮静作用のある抗ヒスタミン薬の一つである。医薬品として用いられるのは、琥珀産業である。日本では、医薬品として、未発売である。米国などでは、単独で短時間作用型の睡眠改善薬として、用いられるほか、他の成分と組み合わせて、風邪やアレルギーの諸症状を緩和するための夜間、服用型の薬として用いられることがある。また、 妊娠中の女性のつわりの諸症状を緩和するための薬としてビタミン B6 と組み合わせた商品がある。ドキシラミンはエタノールアミン系コーヒースタミン薬であるコハク酸。ドキシラミンの米国での睡眠改善薬としての容量は 6.25mg25mg である。米国 FDA は高容量を推奨していないが、一般的な1回分の容量が米国より高容量の国もあり、 中には、オーストラリアのように5 0ラムに上る国もある。その高アレルギー作用は、米国で市販される、ジフェンヒドラミン以外のほぼすべてのコーヒースタミン薬を、上回る。また、ドキシラミンは、米国の店頭で市販される睡眠改善薬の中では最も効き目が強く、その強さは一部の処方箋が必要な睡眠薬を、上回り、 ドキシラミンの鎮静作用はフェノバルビタールより強いとする研究もある。主な代謝物はデスメチルドキシラミンとジデスメチルドキシラミンの二つである。日本ではドキシラミンを有効成分として含有する医薬品は医療用、一般用ともに販売されていない。アメリカでは風邪の諸症状を緩和する薬として店頭販売されているナイクイルの鎮静成分である。 また OTC の睡眠改善薬として、ソンニル、ドージール、ドーナーミル、リーステイビット、ユーニソム -2 などの商品名で用いられている。ユーニソムの商品名で販売されている、錠剤タイプの睡眠改善薬の有効成分だが、ユーニソムの軟カプセル剤タイプでは、ドキシラミンの代わりに、ジフェンヒドラミンが用いられている。またエベノームの商品名で、ビタミン B6 と、 用酸とともに配合されたものもある。オーストラリアやカナダなどの英連邦諸国や英国では、緊張型頭痛などの鎮痛薬として、商品名ドーラスとシンデル、マーシンデルなどで、アセトアミノフェンやコデインと組み合わせて用いられている。カナダでは、つわりの諸症状を緩和する薬、商品名ダイクレクティンは、ビタミン B6 とともに配合されている。ドキシラミンには、 強い抗コリン作用があるため、口滑、運動失調、排尿障害、眠気などの副作用が生じることがある。排尿障害の副作用が強く現れる、可能性があるがゆえに、尿閉の症状を伴う、前立腺肥大症はもちろん、緑内症の診断を受けた者及びその疑いがある、者、シェーグレン症候群理患者には投与すべきでない。他、抗コリン作用を有する、 医薬品との併用に関しても、リスクとベネフィットの見極めが問題となろうが、優先されるべきは、ドキシラミンによる、催眠鎮静、高アレルギー作用ではないとは思われる。単回答洋毒性試験における LD50 は次の、表の通り。ありがとうございます。